ということで、始まりました。ざれ言、たわごと、よまいごとの MTF 塾女、52歳の、村田理香です。そして実は、本日は6月の4日。まず先に、謝罪をしといた方がいいですね。今夜の、YouTube よいどれライブバーチャルスナック理解、29日目にあたる営業は今日はお休みです。もっと早く通知しろっていう話だと思うんですけれども、すみません、ちょっと急遽ということで、時間が取れなくなりまして、せめてお詫びとして、YouTube のシラフムービーを残そうかなと思いまして、久しぶりに今日エクスペリアの、活用です。そしてエクスペリアからつなげている、マイクですね。多分ボソボソ言ってると思うんですけど、安物なんでご勘弁ください。これで映像を残して、とりあえずお詫びしようかなというふうに思ってます。そうなんですね。よいどれライブ、バーチャルスナック理科、毎週土曜日、今のところ、紆余曲折ありまして、落ち着いたところとして夜9時から、3時間の、私が飲んだくれているライブ配信ですね、という形なんですけれども、私の本業自体がもうかれこれ10年選手ですね。村田理香っていうその女性名の改名許可をいただいてから、個人様向けに野外周知をメインとしたコンセプトの AV 撮影モデルを活動を個人で行っておりますので、10年になりました。その間には、5年前にあたりますけれども、活動してから5年目ということですね。抗がんの摘出もしてますので、素性としてはさおあり玉なしという一般的に言う、ニューハーフっていうところですね。お姉やおかまとは立ち位置が違うので、あくまでも、男性から性対象ということで、見ていただく、セクシー女優の方の立ち位置ですから、最終的には女性戸籍まで獲得して完全なる女性に目指している、そのまだ道のり、たった10年です。まだまだ下積みの10年だと思ってますので、そのご依頼があったりする前日とかはさすがに飲んだくれて酔いだれて翌日二日酔いでお会いするってことはちょっとね、失礼じゃないですか。私の場合特にメンバー登録いただいているご登録のメンバーさんからのご依頼になりますので、そういったものありますので、ライフワークの村田理香と周知 AV なデート、これはもう絶対的にずっと続けている私のコア、核の部分ですので、軸の部分ですので、それを中心にぐるぐる回っているというふうに思っていただければ、そういう意味で、本来でしたら毎週土曜日ですから、今日この日がよいどれライブの日なんですけれども、残念ながらこの後は、配信がありません。この映像で、ご勘弁ください。久しぶりのエクスペリアの撮影ですね。私ネイルも何にもしてません。まだ何にもしてない、状況です。ちょっと谷間が、谷間メイクできてますけれども、この谷間メイクに関してはこのブラの力なんですけれども、脇肉をぐいぐい寄せて、本来私Cカップ のブラを使っているんですけど、もちろん私無整形無美容で、全く注射1本も、打ってないので、その今でいうそのちょっと待ってくださいね。今エラーメッセージ、
私の全然顔が見えない状況になってました。なんか出ました。エラー画面が全く無整形無美容で生きてますので、注射1本も打ってませんから、当然補強もしてません。全くしてないです。月1回に生命を維持するレベルの、女性ホルモン注射を本当月1回打ってるだけなんですよ。まあ、お化粧品だって何したってエステだって何もしてませんから本当に、貧困層の庶民なので。ちなみに今私仕事というかアルバイトを辞めてから1ヶ月経ってるんですね。無職です。無収入です。まあこれまでなんとかコツコツと貯蓄を食い潰すような感じだと思うんですけども、それにしても、村田理香と周知 AV のデートのご依頼なければ、そこの収益ゼロですから、それで賄ってるアルバイトはせいぜい20万なんかとてもじゃないけど届かないような、そんなアルバイト生活です。本当に何て言うんですか、生活保護の支給額ってあるじゃないですか。それに毛が生えてる程度レベルです。 そんな人が美容にお金かけられるわけじゃないので、美魔女ではありません。非美魔女です。 お金っていう魔法を使って綺麗になる人は美魔女です。私お金かけてないので一切非美魔女です。 そんな私が C カップを普段使ってるんですけども、脇肉寄せると2サイズアップするんですね。今これ1サイズ上げた D カップを使ってるんですけど、それでも、ちょっと 入りきらないぐらい寄せ上がってます。まあここの類のこの下りに関しては、先週6月1日の、バーチャルスナック、理科28日目の営業の、ちょうど4時間超えの 3時間営業なのに4時間超えの、延長しながら、そこの、酔いどれライブでもそのお話してますので、ブラチェンジの、まあもちろんそのおっぱい見せるわけにはいかないので、そのあたりのところはノーマルの脇肉寄せてないブラから脇肉寄せたこのブラ、まあ、色違いなんですけど、今日は青のブラですね。その先週の夜ライブは赤なんですけど、まあ、その、一連の流れは出てますので、 ご興味ある方はご覧ください。まあ、そんな感じで、まあ、軸として村田理香と周知 AV などで同の活動を行っているわけなんですけども、まあ、私はその中で信念や理念や思想、哲学、美学、その真軸は、ぶらさないで、大和なでしこよろしくというスタンスで、品行方正にですね、貞淑に謙虚に健やかに、しとやかに、そしてたおやかに、大和なでしこよろしく、たおやめのスタンスで、私は今生きてますので、まあ、これがやっぱり日本人女性が求める女性のあるべき姿かなっていうふうに、私は脳内が男性ですので 心も別に女性だなんて思ってませんけどね、思ってないからこそ、そんな、男の心を持っている、男の脳みそを持っている自分を否定してるわけなんですけど、嫌いなので 今となってはね 嫌悪するしかないので、なので MTF 自己女性化症候群、女性に近づくための生活をもうずっと女性名の改名許可いただいてから10年歩んでますので、貫きますよ 今後も はい。でおまけに庶民ですから、貧困層の庶民なので、お金の力がなくても貧乏人が本当に明日を生きていくために精一杯必死ギリギリなんていうふうに言われてる人たちって、綺麗じゃなくなったりっていうふうに思われがちじゃないですか。あるいは品がなかったりとか思われがちなんじゃないですか。私はそれも覆す気でいますので、自らが手本となって、そんなことないですよ、貧困層の庶民でも綺麗を作れますよ、脇肉ですけどね、ここを指して脇肉っていうのはどうかと思うんですけど 脇肉ですね。
あ、そういったもろもろ、顔をとっても、スタイルをとっても、あと立ち振る舞いをとっても、仕草をとっても、言葉遣い、言葉選び、喋り方、あるいは、そうですね、声の使い方などなど、あ、社会的に見て女性らしいな、まあ、もっと言うと、その社会的に見てという社会がそもそも、男性指導でずっともう何百年あるいは何千年と続いているのが人類の歴史ですから、ベースとなっているのは男の男の目線ですね。そこで、あなたは女性らしいねっていうふうに評価していただくということが絶対条件必要だと思うんですよ。まあ、世の中にはね、LGBT の活動とかあると思うんですけど、私は一切そこには関心しないので、年1回パレードに出たからって、だから何だって話だと、私は個人的に思っています。社会に認めてもらうためには、社会に必要とするものに対して自分が努力すること、そこがまず大事だと思います。自らがまずは、努力をして、一歩でも少しでも前進して認めてもらうため の、そのいわゆる既成事実ですよね、それをまず築き上げていくことが大事だと思うので、それらをぶん投げて私はこうだからこうでこうこうだから社会を認めろっていうふうに言うのはおこちゃますぎるかなって私は思っております。まあ脳みそ52歳なんで心は37歳ぐらいなんですけど、見た目どおり。はい、ということで今日はシラフムービーをちょっとお届けしてます。もうちょっとね、酔いどれライブバーチャルスナックリカってそもそも私無収益ですから、その酔いどれライブというのはバーチャルスナックリカというのは、はい、別にライブのために有料配信ではなく無料で誰でも、年齢制限はかけてますけれども、年齢制限に、かからない、引っかからない方であれば、はい、かといって YouTube ですから、露骨ななんかエロいことをするわけではないですから、そのあたりは、ね、勘違いしないでくださいね。そのあたりを求める方は私の FC2 の課金制の、ライブ配信、そちらの方で、がっつりとご覧になってください。久しぶりですね、本当に酔いどれてない普通の、ライブじゃない映像配信は、そして今日はこのマイクの影が本当にびっくりしますね。こんな見た目になるんですね。脇肉ってやっぱりおっぱいなんですね。脇肉侮るなよっていうところだと思います。あともう一つ言えばですね、最近触れてなかったんですけども、その週3日、まあ、不定期の週3日、今では1ヶ月丸々無職ですので、まあ、いつでもいいんですけど、あんまり毎日やると、私の場合ペース乱しそうなので、まあ、週3日、1回に1万歩、ずっと休まないで歩く。距離にすると 7.3 キロぐらいの距離になっているようです、歩数計で見ると、それをウォーキングで、ウォーキングしながらこうやってちょっとしたボクシング動作なんかを入れながら工藤静香じゃないですからね、というのをずっと去年の10月3日だ、去年の10月3日から、だからもう半年以上続けてますね。ずっと継続してます。一時期6キロ5キロぐらいのところずっと停滞期、そしてついこの間は、ちょっと立て続けにお誘い撮影デートのご依頼があって、温泉地のお泊まりでバクバク食べさせてくださったりとかしたので、スタートしてからマイナス3キロレベルまで戻っちゃったんですけども、まあ、今日測ったらスタートからマイナス7キロのところまでまた戻ってるので、継続しています。目標はマイナス10キロですけども、一時的なダイエットだとリバウンドしちゃうじゃないですか。なん
で私はもうとにかく継続です。貧乏人ができることって歩くだけだったら、ね、いくらでもできるじゃないですか。だいたい、ウォームアップから、あとクールダウンも入れても1時間半、実質歩いてる時間は1時間15分ぐらい、まあそんなにあの必死こいて母言いながらっていう感じでもなく、まあ、かといってあんまり散歩レベルだとね、ウォーキングの意味がないみたいなので、有酸素運動。1回1万歩、7.23 キロ、1時間15分、歩くだけです。ジムも何もお金がかかることは一切やってないので、庶民はお金がかかること一切しませんから、できません。でも私と同じような、立ち位置の方は世の中多分多いと思いますよ。私もそもそももともとは趣味で始めた女装ですからね。38歳で離婚して、妻も子供ももちろんだから家庭も、そしてその時脱サラで社長をやってましたから、会社も何もかも全部失ってボロアパート、家賃5万円ぐらいの木造のボロアパートに一人ポツンと人生終わったっていう状況、まあ自殺も未遂しましたけれども、そりゃまあ死にたくはなりますよねだってこの世で最愛の人を幸せにして豊かにして、そして子供たちも幸せにしてあげようと思って死に物狂いで働きましたから、前世の男性の時に。その死に物狂いで働いた結果が全てを失う結果になっちゃうんですよこんなに虚しいことはないですよね。それも当時はマスラオとして、君臨してましたから、まあ嫌いになった当たり前ですよね。まあそこからちょっとお遊びでね、女装したらこれがもうドハマりで、初めは男性生活を、契約社員みたいな感じで平日働いて週末だけ女装とか、もうだんだん男性でいる自分がもう本当にもう嫌で嫌でしょうがなくなってたので、もういっそ捨ててしまおうと、やめてしまおうと自らがもう求める女性になってしまうと。まあそんなきっかけからでも GID のその診断書なんか私持ってないんですよ。心が女性だって自覚ないですから。だって38歳ぐらいまでバリバリの男性で、パパで男で、まあ、言ってみれば成功者の部類でしたからねね、でもそんな人でももう自らの男性を放棄して女性を貫きたい、日本女性を貫きたい、そして日本の中に貢献したい、女性としてというやっぱり覚悟ですよね、決意ですよね。まあ、そう思って女性名の改名も承認されちゃうんですねそしてそこから診断書もないのに抗がん摘出手術も受けられちゃうんですね。単にパス度が高いとかそんな話じゃないですよ。決して私特別綺麗だとは思ってないので、そこそこ美人だというふうには思ってますけれども、そこそこレベルです。何にもしてないんですから。いや、それはもうね、一流の芸能人とかタレントさんがやってるような、にゃ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 とか一回見てませんから。それとやってる人と同じことやったらもう同じくらい綺麗になると思いますけどなんで一般庶民ですから、でもなれるようになると思います。で、私はこのまま既成事実として女性としてずっと生きてきてますので、社会就労も私は基本的に昼の一般職ばかりしか選択してませんし、そこで働いてきてるという実績しか残してませんから、既成事実をもって私は女性の戸籍までも勝ち取ろうっていうぐらいな意気込み持ってますので、同じようなスタンス立場の人たちってきっといっぱいいるんじゃないかなと思います。そんな皆さんの模範になれるようにと思ってますから、ついてきてねなんつってはい、ということで、まあ、こんな感じでざれ言たわ言よまい言ですからね
本当にざれ事です、たわ事です、よまい事です。そして上から読んでも下から読んでも世の中バカなのよという村テリカの YouTube でした、ということで今日は夜ドレライブありません。ごめんちゃい、ごめんちゃい来週また会いましょう、はい、はい、ではエンディングトークです。 MTF 熟女52歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。